Okay, this is Joe Strummer, and you're listening to Shibuya FM. And these people are laughing in the background because this is the station to listen to. And this is 78.4 megahertz on the dial. And this is Everybody Knows, so get down and get with it. Carl Solomon, I'm with you in Rockland where you're madder than I am. やり残してもやりきれないことないように、こんばんは、 Everybody Knows DJ の東雄一郎です。11月もう後半になってまいりまして、まあ、久しぶりに今夜はですね、温故知新というかですね、知らなかったことを僕が学ぼう、この番組を通して学ばせていただこうという Everybody Knows なる感じなんですけども、一人尊敬するシンガーソングライター泉谷しげるさんが今日は、ある意味番組を乗っ取られる感じになるんじゃないでしょうか。35年ぶりの、エレックレコード歌の市という、ライブイベントがあるので、その当時の話なんかをですね、中心に、今日は1時間お送りする感じでお届けします。それじゃあ今夜も60分間駆け抜ける番組でトークハード。今夜のエブリバディノーズは、ちょっと1時間特集ということでですね、37年ぶりにエレック歌の市というライブが、11月28日に九段会館というところで行われるんですけども、そのエレックレコードが存在した頃は僕は本当に幼かったし、うる覚えでしかこう歴史の跡をたどることはできない感じでいます。でそのイベントのことを今日は、深くイベントのこととエレックレコードについて、現在過去未来という形で、紹介しようと思うんですけども、そこには、今バックに流れています、泉谷しげるさんをお迎えしております。どうも初めまして。どうもこんにちは。どうも、正確にはベラジオ35年の時を経て読み返る、まあいいんですけどね、はい、大した問題だ。そこで私も、そんなにこの当時のことは、知らない人間でございますので、この番組等々、いろいろお世話になっております。ミュージシャンそして総合音楽家和久井浩二さんをお迎えしてます。どうもよ。今は、このお二人に、ほとんど今日はもう進行ある意味任せる感じになっちゃいますけど、任しておいてください。もうほとんど任していいと思います。はい、10ずつ、年齢が違う人の今日集まる方たちの3世代ですね。40歳の私、見せたくない住宅みたいで嫌ですね。なんかそうですね。このエレック歌の市っていうのは、11月28日にライブを行われるんですけども、なぜこのイベントが行われるかっていうところから、聞いてもらった方がいいんでしょうか。そうですね、そうですね、はい、最初はこれ自分がこう言い出しっぺで、金崎義太郎に声をかけて、今野さんがちょっといろいろあって今野京志郎の本を作ろうかっていう
ことから始まって、あと歌の位置のことはあの復刻版が出たんですよね去年からね、うん、はい、で復刻版で出っ放しでいいのかと。なるほど。だそれはもう本当にただ出た記念だっていうんじゃなくて、はい、あの現在もちゃんとやってるんだぞみたいなね、意気踏んでやってたら、まあ、そういえば生田も佐藤君彦もフロイドもどうしてんだ女郎っていうことで、出てこいって言ったらなかなか出てきてくれなかったという、そういう楽しさでしょうか。あのあいいよってこうですぐ出てこられるとなんか楽しみ、逆にね楽しみがいかがなんかなみたいな。やっぱり泉谷と会いたくないだろうし、会いたくない、会いたくないと思いますよ。お前はいいと、うん、俺たちは35年の時を経て、うんうん、蘇りたくないって人って言いますからね。そこをね、はい、うまいことまとまった形で皆さん集まるってことでよろしいでしょうか。まとまってません。まとまってないわけで、和久井さんがいるから何とか持ってるけど、うん、そう、間をノリみたいにつないでます。ノリしろですよ ね、 ね、はっきりやね、太いノリしろとして。すごいノリしろですよ、ね、ああそういうことなんですね。そういうことですね。まあたまたま和久井さんがねエレックファンということで、はい、でその流れで浦沢さんもエレックファンということで、この浦沢さんしろ和久井さんしろなんでエレックファンなの、なんでこれ時代的に違うでしょ。いやいや時代ですよ。僕は71年に中1だったんですよ。ああだから泉谷しげる登場を中1にして聞きました。すげえ。で浦沢は一個下なので、うん、だから彼はね中一の時に、あれですよ、拓郎さんに、元気ですからですよ、あの人は。あそう。で元気ですはソニーですけど、元気ですで拓郎さんを知り、でエリックを聴くようになったんですよ。イメージの歌まで。遡って。で、浦沢さんは、なんか、役割として、友達で、泉谷担当っていう人がいて、うん、で、泉谷担当の、担当ですか、だから、泉谷さんのレコードは買うっていう、全部、そいつが買うっていう。なるほどね。で、彼は、拓郎担当だったんですよ。なるほど、はい。で、泉谷担当の人と拓郎担当の彼で、レコードを買っては交換するので、なるほど。非常に詳しい。ちなみに和久井さんはどっち担当なんですか。はい、僕はどっち担当そうだよね。そうなったらどっち担当かって聞かない。ハッピーエンド担当なんだ。なんだてめえ。ね、URC じゃねえか。いや、ね、僕はあれですよ。だからベレード系だな。ベルド系でもあれですね。ね、全部聞いてました。ここは歌の市当時ね、67、8年から始まった URC レコードの、はい、インディーズ、今で言うインディーズの始まりですよね。そうですね。で、次はその後にエレックが出てきて、まあエレックが、まあ、75年を手前にして潰れるわけですけど、はい、で日本初の、潰れたレコード会社って、日本初の潰れてレコード会社って潰れてるんですよ。そうですね、見事に潰れましたね。見事に潰れてるんですよ。わけのわかんない土地買ってね、稼いだ金をミュージシャンにつぎ込まれて、ね、ひでえのエレックのバカ野郎は、印税払わないんですよ。なるほどね。レコードが売りれいってんで、またコンサートギャラも1万円ぐらいでね、グロスですよそれを。ひどいこと平気でやってるんですよね。でまあ知らなかったっていうのはあるんですよね。当時のミュージシャンっていうのはフォークっていうのはそういうシステムがね、あんまり、うん、そうそうそう、印税がどうだとか、はい、そのギャラがどうだっていうことじゃなくて、いややっぱり若者のシンボルじゃないかと、うん、ね、そんな時に金がどうだとか言ってるんじゃないよ、印税がどうだとか、うん、言っちゃいけん。それをちゃんと言ったのが吉田拓郎なんなるほど、ね、やっぱお金だろうって。そうそう、本当申し訳ございました。本当にあの時エレックレコードの成り立ちみたいなところを次のパートで、はい、詳しくお聞きしたいんですけども、はい、今回のイベントにも、出ます。音源を少しずつかけていこうと思うんですが、はい、じゃあまずは何をかけますか。では金崎義太郎さんがいた、フルイドのラビンスプーンフルをライブバージョンで聴いてみたいと思います。それでは次の曲で、彼ジョイン生田君ですね、今度僕たちの LP に触れた曲でね、ラビンスプーンフル。Thank you.
けて行きます。広がってく青い空くぐり抜けられたら、僕は君を抱いて行きます。もう誰にも会わずに、ここからどこへどこへと出かけ、蹴飛ばした小石が飛んでゆく空は、はしゃいだ君を吸い込みます。ぼけたままの君は僕を頼りすぎて、時々はつまずきます。誰にも会わずに、ここからどこへどこへと出かけ、やってるのは、フルイドラビンスのフルイドですけども、はい、まあ、たくさんいろんな当時の音源をねかけながらっていう感じになりますけども、はい、いわゆるそのエレクレコードの成り立ちみたいなところをまず今こう泉谷さんがねさっきのところでバーッと、点在してお話しいただきましたけどもどういうところか、まあ、涌井さんにちょっとフォローしていただければなと思いますけども、はい、まあ、もともとねこれは通信教育とかそういうのをやってた人たちがですね、そうだね、作ったみたいな会社で、それであのフォークのブームに、乗っかったっていう感じですよね。でやっぱりその拓郎さんっていう存在がすごく大きくて、その拓郎さんをスターにしよう、それから拓郎さんに続くスターを作ろうと、はい、そういうのであの泉谷さんフルイドっていうのが後に続いたっていう感じですよね。うん、だから当時の僕らは中学生でしたけど、その感覚から言うと、まあ、岡林さんがちょうど岡林信康というカリスマがいて、はい、それが URC で、で吉田拓郎というエレックのカリスマがいて、うん、二大巨頭だったわけですね。そうですね、うん、でまあ、拓郎さんはアイドル性があったので、でエレックは必然的にその割とアイドル視してたんですよ、うん、エレックから出てくるアーティスト、はい、俺はアイドルじゃねえよおめえ。泉谷さんはアイドルでしたよ。何言ってんだよ。アイドルじゃなかったとしたらどういう担当なわけですか。俺は労働者階級ですからワーキングクラスヒーローってことで。いやだからワーキングクラスヒーローじゃなくてワーキングクラスアイドル。ちょっと待ってちょっと待ってくださいよ。私はあの新宿御苑でね、バギーパンツ履かされてね、サングラスかけて後ろ向けて立てって言われた時はね、喧嘩になりましたよなんだこれ、まあ、プロマイドみたいな写真はよみたいな、ね、バギーパンツですよ、冗談じゃないじゃん、ねえ、もうあれでこうエレックレコードと決別の意識を持ちましたねそこに潜在的に芽生えたんですか。ありましたね、やっぱりね、このキャラですからね、まあ、みんな言ってますよね。だからその金崎さんにしても、はい、その白いズボンを履かされたとか、そう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 、ケイタロウさんにしても行ったらなんかね、そうそうそう、すごい綺麗な服が用意してあったとか、あとなんかあの彼女がいてもうすぐ結婚することは黙ってろとかさ、ざっけんなんでしょそれ。そういうなんかあのイメージを割とこう作りたい感じのレベルの方針があったんですか。でもフォークなんだから、うん、フォークって言えばメッセージもあればさ、青春のね、火薬ってこう芸能界じゃないんだから、うん、ね、そことは違うことをやろうっつってんのに、うん、なんだお前彼女いるの黙ってろとかさ、うん、それはいかがなもんかと。そうですよね、ね、うん、やっぱり相当我々もむくれましたね、うん、だこんなとこでやってらんない
ていう、うん、だからそういう意味ではフォークの連中ってのは半分パンクみたいなもん で、 そうです、ね、芸能界からすごく嫌われたんですよ、うん、それが気持ちよかったんですね、うん、だからなんかね、うん、やっぱり泉谷茂っていう存在はすごく当時大きくて、うん、そのある意味その拓郎さんがまあね、うん、あのソニーに行って、はい、そのメジャー化していくで、うん、歌謡曲としても売れていくみたいな中で、うん、やっぱりその泉谷さんがそのね完全に権力に立てついた黒いカバンみたいな曲がねまあそうだ ね、 ね、まあ一応保険を払ってましたけど一応あの国の機構はちゃんとやってましたけどね、はいはい、ただ表面的にはああいう大人にはならんぞみたいな、そうですよね、ああいうね、うん、だからあの例えば30当時は30ぐらいになると、うん、まあ演歌に走っちゃうみたいな、はいはい、ミュージシャン傾向、はいはもうちょっとすごく嫌で、たとえ人気がなくなったって知ったこっちゃねえみたいな、うん、まあ、自分たちのやりたいようにやっていこうじゃねえかというやつで盛り上がったんだけど、どんどんいなくなりましたね、うん、その反骨心みたいのをやっぱこう内側に秘めながら、そのエレクレコードっていうのやり方とちょっとなんとなくこう合わなくなってきたっていう、思いっきり合いませんでした ね、 ね、やっぱちょっとこうなりき、まあ、なんかこう経営者側とミュージシャン側にどんどんこう距離ができちゃったって感じですよね。そうですね、やっぱりそうひどいですね、やっぱりね、やっぱり、うん、まあ、田舎者がこう売れちゃってなんかこう女になんかこうキャバクラの姉ちゃんに手出すような、うん、そんなような感じ、わ、うん、かりやすいですね、わかりやすいでしょ、わかりやすい、うん、なんかこれはみっともないんじゃないかなという感じで、だから自分は彼女がいて結婚するんだよっていうとバッと女の子のファンがいなくなるんですよ、うん、でこんなファンいらねえし、うん、別にね、うん、歌を聴いてほしいってことですかね、そりゃそうですよ、どうでもいいじゃない、うん、そんなことはさ、だから、だからそっから男になるんですよ、うん、なるほどね、男の不安が、うん、ようやくそれまではちょっと出た頃は男の不安が結構いたんですけどね、うん、やっぱりこうそのアイドル路線の売り方で女の子、まあ、男がちょっと失望するんですね、うん、俺に対しても、うん、でまあ彼女もいるしお前も好きなことやって行くんだって言ったらバーッと女の子がいなくなったんですね、うん、で本当に男がバーッと帰ってきてくれて、うんうん、ようやく本来の、うん、だそれは同時にエレックの決別になるんですけどね、うん、なるほどね、うん、だからなんか、うん、ロック化していく、うん、たんですよ、僕ら見てて、うん、だからフルイドにしてもバンドがついたりして、うん、泉谷さんもね、うん、イエローとかとやるようになったり、うんうん、バンドがついてっていう風に、うん、で圭太郎さんも圭太郎さんでやっぱりねかなり R&B 色の強いことをやってたりして、うん、でどん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  なんかみんながせっかくロック化してってんのに音楽的にはこう成熟してったわけですね、うん、だけどエレックっていう会社自体は、うん、泉谷さんたち離れたら途端にねズートルビーとかやりだして、なるほどね、そこはなんとなくの、ね、よりアイドル化ね、うん、そうだね、いっちゃったわけですから、なるほどね、うん、だからそこら辺のせめぎ合いで言うと、まあ、エレック歌の位置をやるんだけども、うん、エレックが好きでやってるんじゃなくて、うん、エレックの憎たらしい思い出のために、なるほどね、それをある意味葬りたいみたいな、そうそうそう、うん、まあまあまあほっくり返して ね、 なるほ ど、 ね、どこでもねえ会社だったなということね、そうそう、今時間が経ってもう一回言いたいと、そうそう、もう一回言いたいとこのバカ野郎と、歌の位置自体はいいんだけど、うん、エレック自体はバカ野郎だこの野郎っていうことをもう一回やりたくて、うんうん、やるわけですね、今度ね、みんなに誤解を与えてしまった、うん、ね、当時の連中たちはどうせ気はしねえだろうけども、うん、まあ半分なんだろうね、うん、まあ商法みたいなこともやってるわけだから、うん、ひどいですよね、だから当然潰れて当然だなみたいなことになってもしょうがないなっていうところで、決してなんか持ち上げるためにやるんではなくて、なるほど、ね、でただ美化するためじゃないですか、ね、そうじゃない、美化するためにやるんじゃないんですね、うん、だからあと歌の位置はやっぱりすごくみんなで300箇所400箇所も回った中だから、うんうん、やっぱり本当にだから金崎義太郎であるフルイドなんて今聞いてもらったようにラビンスプーンフルなんてもう当時であのレベルですから、うん、私は戦争コーダですからねあの差なるほどねやっぱね、フルイドっていうのはものすごく、うん、東京的なね、当時のね、うん、東京的な匂いがかっこいいですよね、かっこよかったんですよね、うんうん、じゃあ歌の位置っていうところのその今300箇所400箇所やったっていうその辺のなんかこうなんかお話をね次のところで聞いていきたいなと思うんですけども、ね、はい、じゃあ曲はどれをかけますか、和久井さん、はい、佐藤君彦ケメのメリーゴーランド、
いつも繰り返す嘘の中で一つだけ夢がありました。その夢は大きくもないけどできそうにない。でもそんな夢が僕は好きなんです。絶えず話しかけてる人たちはとても怖がりな人なんですね。黙って見つめ合うことができないんですね。でもそんな人が僕は好きなんです。僕の生き方はメリーゴーランドのようにいつもぐるぐる回ってるのさ。いつも思うようにいかないから、友達に愚痴をこぼすんです。涙で濡れた顔なんか見せたくない。聞いてもらってるのは佐藤きみ子さん、ケメさんのメリーゴーランド。はい、なかなか渋いところがあるでしょう。なんかこう、ケメさんの世界観っていうのは、うん、一見こう可愛いみたいな、的にはね、うん、そう見えるんだけどね、アイドルという感じですよね、うん、歌詞とかもちょっと鋭いとこスッとついてきてるんですよね。そこら辺はみんな当時なかなかこう掴んでくれなかったんだけど、女の子のファンが多かったですもんね。多かったですからね、うん、だから熱狂的なところで終わっちゃってるんだよ。でもなんか男のファンが、うん、ケメさんに文句言ったら泉谷さんがその男のファンに殴りかかって、そうですね、でケメさんがその後から自分も行って、うん、偉い騒ぎになったっていう話があるじゃないですか。覚えてますよ、うん、もうとにかくおかま帰れとかすごく言われてて、うん、やっぱうちらはそうやってよく金崎と止めに入って、殴りかかってましたね客を罵倒される、まあ容姿から来る。当時はやっぱりロックとかフォークというものはね、うん、男のもんだったんで、うん、まあ、女の子が来たっていうだけでもダメで、うんうん、ダメだったんですか。ダメでしたね、うん、もう俺たちのもんじゃないみたいな、うん、男って言うず聞かないですからね、うん、でもファンの度合いを考えると、スタンスの長さを考えると男の方が圧倒的にしつこく追っかけてくれるんですよね、まあ、女は早いですからね、いつの時代もね、そうですよね、はい、もう、はい、あっという間にいなくなりますよね。だから自分がおそらくこうやっていつまでもねいられるのはそういうなんかしつこい野郎のファンがいるからかもしれないですねそうですよもしかしたら間違いないですよ、ね、でも当時の女はほとんどいませんからね、いないですね、だけど、うん、もうちょっとね、だからケメ君のそのこの、世界観をもうちょっとこう理解してくれたら、うん、ね、そうですね、いろんな層がもっともっとついて広がってたかもしれない、ね、かもしれないということですね、うん、そのさっき言ってた、まあ、今回歌の1ですけども、その歌の1当時その何百箇所も、まあ、みんなでツアーをして回ったってことでいいんですか。そうですよ、だから、うん、まあ、1年で計算すると120箇所ですから、どういうことかですよね、うん、2日に一遍は歌ってるようなもんでしょう、うん、72年、ね、71年の10月からですから、うん、 そうですね、それから73年いっぱいぐらいまでやってました。やってますから ね、 やってましたね、1年ちょっと、そうですね、うん、だけどまあ1年後にか1年半後ぐらいにやっぱりあまりにも客層がそれぞれが違うものを持っちゃったんで、はいはい、まあ、このメンバーは分かれていくんですけど ね、 ね、仕方がない、一、うん、人でもやっていけちゃうから、うん、だったらまあ次の、そうですよ、ね、次の
まあね、うん、お客さんも泉谷さんだけで2時間見たいっていう感じになってきますよね。なってきちゃったんでしょうね、うんうん、だからそこは生田圭太郎じゃあメインしちゃえとか、うんうん、他のやつに富田一郎にやっちゃえとかね、そうですね、まあ、そういう風にバトンタッチ、ね、74年ぐらいになると割とそうでしたね、うんうん、そうですね、もうメインの人たちが最初のメインの人たちはいないいないんですね、で、うん、あの新人をまあキャラバン的に回すようなそういうイベントっていう感じになって、そうですね、まあそうですね、うん、だからアイドルを探してなんたらキャラバンみたいなもんでねなんかまあそう、まあそうやって繋いでいこうという意思は俺すごくいいと思うんですよ、うん、そうですよね、歌の一の精神ね、うん、どん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 こう、うん、新しいやつをこう入れてってリレーしていくという、うんうん、その精神だけを全うしてくれればよかったんだけど、うん、ねえ、そうですね、うん、わけのわかんない土地買いやがってな、うん、今でもね、あのその歌の一ってまあその、まあ、本家は今回のイベントじゃないですか、うん、はい、僕が今年の夏にあの和歌山の方にですね、うん、行った時にあの、まあ、自分もライブやるんですけども、うん、和歌山で歌の一っていうイベントがありました。あ、そうですか、やっぱり名前が残ってるみたいです。あ、いいことですね、で何なんだろう歌の一って何なんだろうなって主催者に聞くまでもなくライブ終わって、うん、でまあ、今回こういうふうに紹介していただくんで、まあ、僕の中でちょっと一つつながってたりするんですけどね。あ、うん、まあ、あの本当にやっぱり新人発掘っていうわけではないんだけど、やっぱりあの自分だってね、こうわがままとかこうこういうことすごくやってるしめちゃくちゃな人間なんだけど、でもそれにはその場を与えてくれた大人がいたから出てこれるわけじゃないですか、うん、例えば乱入していっても、はい、お前面白いからやれと八尾にこう引っ張り平気で出してくれたんですよね、うん、でそういうことがきっかけなんですね。だからつまり昔、今だったら事務所を通してスケジュール合わせてじゃなくて、昔はもうギター持ってフラ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 してるやつがいっぱいいて面白ければ出してたんですよ、うん、プログラムは決まってんだけど、うん、このここのこの時間とこの時間は空いてたらお前やれよという時間を一曲でもいいからやらせてくれたんですね、うん、でそういう大人がいたから俺らってのは出れてるわけで、うんね、だから歌の意地っていうのはまさにそういう精神で、うん、なんかこうやりたいやつがいたら、うん、まあそこで歌っちゃえばっていう、うん、ちょっとなら時間やるよやるよっていう、うん、そういうものにしたかったんですね、うん、だからそれがまあどん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 、まあ、結局あまあその短い時間で売れちゃったっていうのかな、うん、整理がつかなくなっちゃったっていうか、うん、だからそのエレックレコードその立ち上げた時にどういう方向に行くかっていうところはあんまり考えずにとりあえず船出しちゃったってことですよね。まあはっきりはそうだねやっちゃえやっちゃえですね。っていうかやっぱりね泉谷さんが出てきた時の拓郎さんはまだね広島フォーク村があってその前に活動してたっていう話っていうのもまあ伝え聞いてたわけですよ、だけど泉谷さんのそのねスターになり方ってなかったんですか当時。うん、そう泉谷茂っていう名前を音楽雑誌で見た途端翌月に大スターみたいな。もうほんとね、だってあれでしょ渋谷のフォーク喫茶青い森から、はい、そのね今度のあの、うんね、清志郎さんの本に泉谷さん自分でお書きになってますけど、はい、ねそれ で、 そで、ね、フォーク喫茶青い森で RC サクセション、ね、古井戸泉谷茂っていう奇人変人大会っていうシリーズが始まって、うん、それからだって4ヶ月ですもんね、うん、神田共立行動ですかあれワンマンコンサート、あの杉野行動ですね、杉野行動ですか、そうですね、でその前に新宿高青年金とかいろいろやってるんで、東横とかね、あのでもいきなりワンマン杉野行動いっぱいになったわけでしょ。そうですね、4ヶ月であれは一体何だったんでしょうね、ね、じゃあ何だったんだろうっていうのはちょっと後で聞きますんで曲聞くってところでちょっとシンキングタイムでよろしいでしょうか、はい、じゃあ次のナンバーはあの、はいはい、生田圭太郎さんの涙の影一つ。死んでばかりもいられないよ、外へ出れば
微笑みもいる。誰にでもあることじゃないか。早く自分に役立ててほしい。わかったような顔をするわけじゃないけど、早く自分に役立ててほしい。あれほど辛かったことでも、素敵な笑顔を見せたじゃないか。今の君の心はガラス張りのよう、涙の影一つでも見えてしまう。わかったような顔をするわけじゃないけど、早く自分に役立ててほしい。わかったようなことを言うわけじゃないけど、早く自分に役立ててほしい。中でもこれから一人で立派に燃えてほしい。悲しんでばかりもいられないよ。外へ出れば微笑みもいる。わかったような顔じゃないけど、早く自分に役立ててほしい。わかったようなことを言うわけじゃないけど、早く自分に役立ててほしい。わかったようなことを言うわけじゃないけど、孤独な意志のぬくもりも感じてくれ。わかったような顔をするわけじゃないけど、早く自分に。生田圭太郎さんの涙の影一つですけども、はい、すごい詩がいいですね。そうでしょ、みんなあのなんか生意気ですよね。若いのに成熟した20代前半ですもんね、これね。成熟した哲学を持ってるっていう感じですよね。そうですね、はい。で、まあ、さっきの話の続きで、その、まあ、一夜にしてではないですけども、数ヶ月の後に、まあ、泉谷しげるさん、あのスターになる、パッと変わったっていうところね。本人はどういうふうに、あのいや、わーっと、なんかパッと変わっちゃったわけでしょ、まあ、周りの見る目が。変わったかもしれないけど、自分はそうであっても、霧上隊長であることは変わらないわけで。やはりこう書き乱しで、例えば古い堂が最初に条件で やってくれって勧めてたのに、俺になっちゃったわけで、うん、俺やっぱ古い堂は悔しがってるわけですよ、うん、で申し訳ない、じゃあ1年間やっとくから、うん、場所作っとくから、その間に古い堂を準備しておいてくれと。で古い堂が出たら俺はもうさっさとやめちゃうからよって言うんで、うん、やって、まあそのつもり、自分はまあこういう歌の位置みたいなものとか、まあ、いろんなライブを企画したり、はい、こう作っていくことの方が興味があったんで、うん、自分がこうメイン立つっていうのにそれほど興味があったわけじゃないんですよ。うん、ただだからこそ暴れられたんですよ。だからむちゃくちゃできたんですよ。どうせあの1年で辞めんだし。だからまあ知ったこっちゃねえよみたいな感じで、やるだけやっちゃえみたいな、から大暴れしましたよね。だからね、あまり人気とかそういうの気にしないでやれたのが何よりじゃないですかね、うん、なるほどね、うん、野獣のようにこう走り回れたって、うん、その野獣は今と変わらずっていうより野獣化してますからね。野獣化してますからね。困っちゃってますよね、自分でもね。はい、弱っちゃったなみたいな。
より野獣化して、まあ11月28日に九段会館の方で、はい、歌の市、うん、まあ再結集ね、うん、あの当時のことにもう一回文句言いたいと、もちろんですよ、ね、言いながら集まるわけですけど、エレック許せんぞみたいなてめえばかり、まあまあもちろん経営者も違うし、うん、新しい萩原っていうマックスっていうバンドのドラムが、うん、もう社長になってるんですけどね、やっぱりあの、うん、それは彼を責めてるんではなくて、エレック自体の、うん、あのあれたちをちゃんとこうできなかった、うん、あるいはこうやましい気持ちでやってたやつら、うん、ね、うん、まあ、許さんぞ一生みたいな、うん、そんな感じですよね。で今もう一度そのいろんな権利関係やなんかを、うん、まあ、そのクリアにして、エレックレコードっていうことで今そのいろんなところに散らばってた権利やそのアルバムの音源なんかをね、そうですね、もう一度こうフラットにして復刻してちゃんと彼らのところに、うん、まあ、戻してあげたいっていうか、うん、そのまたもう一つは作った曲の評価をちゃんともう一度時代を超えて評価してみたいっていうのはあるわな、うんうん、まあ、だからその復刻は、2005年かなから始まってたんですけど、はい、やっぱり、情報がねあまりその行き渡ってないのかなっていうところは僕なんかは感じてたんで、うん、俺もそう感じてて、うん、何やってんのこの野郎と、ね、ただ復刻やってりゃいいと思うんじゃねえぞこの野郎みたいな、うん、どっかのお前フル時計歌ってるわけじゃねえんだからさ。フル時計。なあ。そうなんですよ。そうなんですよ。うん。だからそれで泉谷さんが僕のところに声かけてきたっていうのも、うん、例えば僕や浦沢直樹が加わったり、うん、まあね、チャーさんを呼んだりすることで、うん、その当時のその中心メンバーと、うん、やっぱりそれからその派生した、派生してった。うん。僕ら、影響を受けた僕らみたいなものをつなぐことで、うんうんうん、現代的な歌の市を作りたいっていうのは、なるほど、ね。すごいやっぱりそれはもう本当に泉谷さんらしい考え方で、そうですね、当時のだから人たちだけだと、まあ外目にはまあはっきり言うとこう同窓会的にね、そうなんですよ、気持ち悪いですもんね、うん、懐かしのは嫌ですよね、懐かしい相手でもないから懐かしいかと思う、ね、俺別に二桁太郎のことをいつも考えて寝てるわけじゃねえしそれは向こうもそうじゃないですか、向こうもそうだよな、ありえねえしなそれ、うん、ね、そういう形で、まあ、和久井さんや浦沢直樹さん、そして、まあ、チャーさんなんかも出るわけですけども、そうですね、やっぱり、うん、いや、このつまり彼らはやっぱりプレイヤーとして現在があって、うん、まあ、俺もそうなんだけど、やっぱりこれは時を止めるものではなくて、うん、誰かがこうまた引き継いでってくれないと歌の市の本来の目的ではないので、うん、全くメンバー変わったっていいんですよ、うんうん、そうですよね、うんうん、本当にで本当に次だったら全然違う最初の、うん、だからオリジナルはこうでなきゃっていうところにこだわってるわけでもなくて、うん、あくまでもやっぱりやりたいやつ新しいやつそういう若いやつがその場所を求めて表現する場所としてこう参加できるような精神にもう一度ね、ええ今からやってみようかなとは思うわな。なるほどね、うん、じゃあここで、和久井さんの、はい、まあ、この番組に来ていただいたのは去年の6月ぐらいだったんですけどね。そうでしたっけ、そうです、はい、はい、じゃあ和久井さん、じゃご自身のナンバーは、はい、和久井浩二とセルロイドヒーローズで夕暮れなんて、そういうバンドがね、うん、歌の位置を支えるわけですよ。はい、ね、前編をバックバンドとして、バック失礼なこと言うね、バックじゃない。コラボって言ってるから。コラボ。コラボでしょうが。はい、何ですかバックとね。何人編成なんですか。これは今回はこれよりさらにパワーアップして10人編成。うわ。10人。これにコーラス上と、バイオリンが加わって。やっぱりこういろいろ、まあ、僕はもうイカ天の時代からね、はいはいはい、ラクイバンドっていうのはやってらっしゃるわけでしょう、ええ、だから、ちょっとこう全体を仕切るには、まあ、2つのバンドを用意してたんだけど、うん、まあ、和久井さんが決まって、まあ、だんだんこう全部自分でやらせろ的な主張が出てきたんでなるほど、ね、こいつはなかなかこう侵略者だなみたいな侵略者、あ、そうね、コメント僕聞きたかったんですよ、どう思ってらっしゃるかね、この男結構ずうずうしいですよそうですよ、でね、はい、でこうなったら、まあ、そっちの方がこうちょっとすっきりするかなというのがあって、なるほど、ね、もう音楽監督として
雇っちゃえみたいな、はい、一本化、あ、はい、もう一本化にして、はい、だからもうオペレーターもクビにしてみたいな、はい、自分のね、はいはいはい、でまあ自分のギタリストの藤沼さんだけを入れて、はい、あとはもう涌井バンドのセットで、はい、あのセットリストも全部その範疇で決めていくということにした方が、はい、やっぱすっきりしてよかったですね、うん、そうですね、政権交代です、政権交代はっきり言えば政権交代ですね、はい、うちのバンドがもう暇になっちゃって、はい、あのだからあの自分の中での特別扱いっていうのはちょっとなくなっちゃったんで帰ってよかったかなと。なるほどね。でもそうでなくて泉谷茂とウィズバンドっていうのはどうしても特別扱いされてしまうので、そうなってくるとこうちょっといろいろとね自分の中でもすっきりしないので、うん、そうじゃなくてやっぱりもう一人音楽監督、客観的な立場でね、そうですね、そういうの一人つけないとダメだなというふうに思ったんで、うん、まあ正解だったんじゃないかなと思うんですね、はい、いやあの金崎さんからあのビビって、うん、あの、うん、あのこれこのまま行くと泉谷色になっちゃうみたいなので金崎さんがビビって電話してきたりですねそういうことが、ね、根性が小さい小さいんですよ本人が一番分かってるから、ね、だから俺が、ね、俺が一番分かってるってんだ、俺職にしないためにどうするどれだけやってるかって、ね、どれほど考えてるか、ね、いやでも金崎さんあの思考がおばちゃんですからもうたくしょうがねえなあいつなちんたま小さいっていうかさまあ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 背もちっちゃいですけどね、まあ、まあまあね今日はなんか俺真ん中のジャッジ役ですねなんかね、じゃあ泉谷さんの曲をね、この後ちょっと、はい、かけていきたいんですけども、まあ、歌の人と関係ないんですけども、自分で新しいアルバムがもうすぐ出るっていうから、まあ、プロモーションで来たんですけど、はい、まあ、それも込みでね、その歌詞ちょっとこう気合が入ってないっていうか、ディスクを平気で忘れていや申し訳ございません、ね、はい、いや気合入ってないっていうよりは自分はこの去年からこの再開、したんで、まあ、2年目にしてもう同じように新譜アルバムで勝負できるっていうのはありがたいことだなというのがあって、はい、やっぱり61もなったやつで過去の時代を引きずってるやつってのは、まあ、久しぶりにレコード出すとなれやな、うん、まあ、企画もんだったりさ、うん、コラボのなんかだったりあるいはベスト版だったり、まあ、あとカバー、じゃなくてポニキャンのある上のやつがもうオリジナルでいけという、はい、もうじゃなくてこっちもやる気もなかったですね。なるほどね、でそれを OK してくれたというところがあって、うん、まあ、さらにそういう進化させたいっていうことで、やっぱり今現在も、パーソナルアルバムで、行きたいという、これもうやっぱりボブ・ディランみたいにね、うん、もうひどいダサ作アルバムでも出し続けるとオリジナルをね、謙虚に言ってんですよ私は、謙遜だからねこれね、まあ、っていうかね、やっぱり泉谷さん本当にねいい曲を書き続けてるんですよね。あ、いやいやいや、いやだからそれは本当に実は意外に時代時代に音変わってますけど、うん、ずっと普遍的じゃないですか。そうですよ、テーマが普遍ですから ね、 ね、うん、やっぱり人間の根っこのところはそんなにね、うん、時代のせいで変わるとは俺は思えないのよ。あれ東泉谷さんの曲で なんかものすごい好きなのがある、うん、ですね、今年の夏に旅から帰る男たち、あーそうですか、あれを自分で旅の帰りに聞いて、うん、結構グッときました、うん、そうですよねとかね、やっぱりね基本的にね俺はまあ普遍をテーマにしてるんですけどね、うん、やっぱりね基本的にね俺は男の歌でありたいんですよ。そうですね、だから俺はやっぱ女言葉で書けないし、うん、男の気持ちっていうか男の味方がいなすぎじゃないですか。そうですね、はっきりやよ、うん、みんな姉ちゃんに受けようとかよ、うん、な、いやそうです、本当そうですよ、女にモテようとかさ、うん、その根性しかないじゃない、うん、バカ野郎でしょそれ、うん、そうですよ、ね、うん、だからそうじゃなくて、いや男にモテないやつは女にもモテないですよ、俺も、絶対ですよ、まあ、だからそこの次元だけでいるかな、うん、みたいな気がするわけで、音楽がモテるとかモテないとかのことではなくて、すごい音楽っていうのはある種のこう楽しさもあるけど、うん、作家性もあるわけじゃないですか。そうですね、やっぱりね、うん、だからそういう男っていうのはやっぱりその作家性というか普遍性っていうものすごくうるさいじゃない、うんうん、はい、でもやっぱりあれですよね、だからその芸術性みたいなものとかを取るんじゃなくて、芸術性クソくらえって言ったところに生まれる芸術性みたいなのがいいですよね、かっこいいですよね、それがね、早く行けと言ってますけど行きますよ、じゃあじゃあその昔のナンバー1曲かけて、はい、その後に最新、はい、今度12月に出るねアルバムをかけようと思いますが、はい、じゃあ眠れない夜を、はい
眠れない夜、風が窓を叩き、手招きして誘い水をまく、眠れない夜、金色のネオン、ピンク色の壁、都会の暮らしは底なしで、眠れない夜、憧れにつられてやってきたら、自分だけがただ憧れて、眠れない夜がいつまで続くやら、北の汽車から南の船乗り急いだよ、僕の足はこんなところで疲れた、この眠れない夜なんですけども、うん、これ僕がね初めて泉谷さんの曲をラジオで聞いたナンバーです。ああそうですか。10歳ぐらいの時ですね。そうアイスノンの CM になってましたけどね、これ、はい、あこれそうでしたっけ。 その CM で流れてああそうかアイスノンだ。そうなんですよ、アイスノンなんです。あの学校でこれ、はい、なんだかよくわかんないけどこれをねみんな口ずさないってことは、ね、あるんですよ。これはいい曲ですよ本当に、本当にねこれはまあ、いろんな思い出があって、やっぱエレックが奈落になった時に自分はその悩むんですね、こういう歌の市もやってみんな盛り上げておいて自分が最初にやめていくわけですからね。そうですよね、これ ね、エレック最後のアルバム、黄金鏡時代ですもんね。そうですね、うん、で出さないとまで言ってこれをエレックからだけど、うんまあね、そういう思いがあって、うん、エレックにとっては本当にきつい歌ですよね全部が。そうですよね、はい、後ろ足で砂かけてるみたいな、はっきり言えばそうです。でも74年でこの完成度ってすごいですよ、いろんな意味で。やっぱり、そういう意味ではやっぱり今野さんとかフルイドとかね岡林さんとか、まあ、タグロとかそういういろんなやつの完成度の高いものをね、やっぱり見て相当刺激されたんでしょうね。うん、俺もやるときはやるぞみたいな、そういう気になった気で、まあ人ともう愛と憎しみをぶち込んだ感じですね。うまいことつなぐでしょ。つなぎますね。あ、ごめんなさい。マイクも近づけると音が、ね。はい、分かってます。分かってます。はい、すみませんです。まあその11月28日に。九段会館で、はいね、エレック歌の市、はい、午後4時からです、はいはい、何時間かかんだこれ4時からってこと、4時間ですか。4時間だやめようよもうだだだそうですか、はいはい、途中で劇入れるよねみんな、はい、あもうこの今回初めてクラシック張りのこれ来ましたよ、ちょっと感動しましたこれは本当に、再現、ね、ライブで再現できないと思う。いやこれ何ならやりましょうよ、来年これ、12月の2日にニューアルバムが出るという中から、だからアクスでライブをやりますけど、うん、トレーしますけどね、はい、12月2日発売、はい、12月2日発売、愛と悲しみのバラッド、はい、これアクスの方が愛と憎しみです、愛と憎しみのバラッド、はい、渋谷アクスの方がこう12月16日そう一応トライします、はい、アカペラでやるかな、まあ、これをちょっと聞きながらお別れという感じになりますけども、あ、まあ、当日楽しみにしてますが、これからもいい歌書いてます。もう自分でなんかそのつもりで、ね、自分で自分の不安をしないといけないと思うんでね、はい、頑張りますよ本当に、はいはい、涌井浩二さん、はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。解説ぜひ、はい、はい、ぜひ。今日はこういう形でやるって僕この番組も600回以上やってますけども、はい、なんかいろんなゲスト来てるのにね、制作者みたいな感じで真ん中に立って喋り手として関わるのもある意味初めて、はい、いろんな経験を今日はさせていただきました、はい、なんか聞いてた方が多いもんね。そこはやっぱり泉谷茂大将ですか。なるほどですね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、11月28日、九段会館でエレック歌の市、行われます、はい、今夜のエビバディノーズのゲストは泉谷茂さんと和久井小路さんでした。じゃあ当日楽しみにしてます。ありがとうございました、はい、どうもね。どうもありがとうございました。ビルからナイフ取り出しこの世界を傷つけるこの老いの間違い探し日のないところで一人だけ燃えてる愚かな結末を描いては決して時を立てた暗闇に迫れ分かってるのさ身勝手なことは無理に迫れば疎まれ嫌われるだけ愛の地獄を人に話しても心の中で笑われて愛の重さ計り知れず本当の気持ちは行方知れず愛の生まれた過去よ消え去れ何もかもなくせばいい溢れて時を待てずに流るる流るるこの愛を止まれ止まれ憎しみよ今すぐ止まれ空からの恵みの雨地の底から赤い日自然に生きれない我が生き物たちよ太陽と月に背いて時間となりました。ちょっとしたい気願いましてまたのご縁とおわずかりー
ほとんど1時間私はミキサーやりながら喋りながらということで、和久井浩二さんと泉谷茂さんのトークを、まあ、間で挟んで聞いて時々ちょっかい出すみたいな感じで、しかできませんでしたけども、まあ、今度は泉谷茂さんとガチンコでいろいろ話したいなと思います。そんなエブリバディノーズ、今日は1時間私講義を受けた感じでした。どういう風に聞いていただいたでしょうか。お相手は東雄一郎でした。それじゃあ来週もトークハートでバイバイ。